アウグスト・ピノチェと、アウグスト・ホセ・ラモン・ピノチェとウガルテ、アウグスト・ジョゼ・ラモン・ピノチェット・ガーティ、1915年11月25日から2006年12月10日は、チリの軍人、政治家、第30代大統領、在任、1974年から1990年。スペイン語では、末尾の T をほとんど発音しないため、ピノチェと表記されることもある。 1915年11月25日、チリ第二の都市ワルパライソにて、バスク系チリ人の家庭に生まれた。1937年に軍に入隊して以降、チリ陸軍内で着実に出世し、1971年1月に陸軍大将となる。1973年8月23日にはの、公認として陸軍総司令官に就任。 九百七十三年九月十一日には三年前に社会主義政権としては史上初めて自由選挙によって樹立されたサルバドール・アジェンデ政権をクーデターで転覆することに成功翌十二日に結成された軍事評議会の議長となるクーデター直後に戒厳令が敷かれビクトル・ハラをはじめとする人民連合系の市民が多数サンティアゴ・スタジアムに集められ 容赦なく虐殺された。クーデター後1日で確認された遺体は2700体に上った。1974年3月に発表された国家再建方針により、ピノチェとは議会制民主主義の否定による軍事政権の長期化と軍事政権による政治、教育、経済など地理のあらゆる部分の改変を打ち出した。特に教育面では、 大学が軍人の統制下に置かれ、思想統制のためマルクスら社会主義関連の書物や、パブロネルーダ、フランツカフカ、マクシム・ゴーリキー、ジークムント・フロイトなどが、文書にかけられ、燃やされた。1974年6月27日には、大統領に就任。アメリカ合衆国の政財界、チリ国内の保守層や、軍部の支援を受けながら、 その後1990年3月までの16年間に、渡って、軍事政権を引いて、強権政治を行い、独裁者と呼ばれた。ピノチェと政権下では、多くの左派系の人々が誘拐され、行方不明となった。2004年の地理政府公式報告書では、1973年から1990年までの死者、行方不明者は合計で3196人だが、 国際的な推計によれば、実際にはもっと多いのではないかとも言われる。また、誘拐、東国に伴う拷問も広く行われたとされ、新たに建設された、強制収容所に送られたり、拷問を受けたりと何らかの形で、人権侵害を受けた人々は10万人とも、推定され、政治的、経済的な理由での亡命者は、当時の地リソー人口の、 約10%の100万人に達した。最も有名なのはと呼ばれるヘリコプターを使った処刑部隊であり、何人もの囚人や民間人がチリの海、湖、川、アンデスの山頂にヘリコプターから突き落とされたとされる。1974年、ルター派教会のヘルムート・フレンツ監督とカトリックのエンリケ・アルベアール司教がピノチェトに面会し、肉体的圧力。 ピノチェとをはばかって、拷問の用語を避けた乙女を申し入れた。ピノチェとは自ら、拷問のことかねと返し、あんた方た、聖職者は、哀れみ深く情け深いという贅沢を自分に許す、ことができる。しかし、私は軍人だ。国家元首として、地理国民全体に責任を負っている。共産主義の薬病が、国民の中に入り込んだのだ。だから、私は、 共産主義を根絶しなければならない。中力彼らは拷問にかけられなければならない。そうしない限り彼らは自白しない。分かってもらえるかな拷問は共産主義を根絶するために必要なのだ。祖国の幸福のために必要なのだ。と、拷問を正当化した。フレンツは殺されこそしなかったが、後に国外追放された。1987年4月に、 ヨハネ・パウロ二世がチリを訪問した際も、ピノチェと本人に対し、あんたは、ただの独裁者だとメンバー、民主化に向けた取り組みを促した。また、海外に亡命した、アジェンデ政権の要人も次々に暗殺された。前任の陸軍総司令官であった、カルロス・プラッツも、1974年に、亡命先のブエノスアイレスで殺された。元秘密警察の証人であるによれば、 性的に使用するためにサリンや炭素菌といった生物兵器、核兵器も製造していたとされる。こうした国民に対する弾圧や事実上のテロ行為は国際的に厳しい非難を浴び、国連総会でも1974年以来4年連続で対地理非難決議が採択された。経済政策ではミルトン・フリードマンが主張する新自由主義を実行し、 シカゴ学派と呼ばれるフリードマンの弟子のマネタリストを大勢招いた。ピノチェとは世界強行以来続いた輸入代替政策の大規模な否定に取り掛かったのである。事実、ピノチェとは政権脱出後から短期的には良好な経済成長を実現し、フリードマンはピノチェとの政策を地理の奇跡と呼び、ピノチェとの支持者たちは アジェンデの失勢によって混乱した経済を立て直したと評価した。ピノチェト時代には経済の中心がそれまでのサンティアゴバルから南部のテムコや北部のアリカやイキケコピアポに移動した。経済的には日本との貿易関係が拡大し低く抑えられた賃金による農業セクターの拡大もあり特にブドウ産業が成長したことで チリワインの生産も拡大し本格的な輸出品となった。新自由主義政策においては企業の民営化がなされたのみならず、アジェンデ時代に行われた農地改革も否定され、農民に分配された農地は大土地所有者の手に戻った。また、徹底的な民営化政策にもかかわらず、当時チリは世界最大の銅の輸出国で、銅は 地理経済に果たしていた役割の大きさのために、コデルコのような国営同企業を設立して、アジェンデ時代に国化された鉱山の民営化はなされなかった。また、1982年から1983年の大幅なマイナス成長のため、1984年10月には、クルサトラライングループの8銀行が国有化された。また、 フリードマンらが表した地理の奇跡にもかかわらず、ピノチェット政権の1973年から1990年までの実質 GDP 成長率は年平均で3.70%に、止まり、ピノチェットが否定しようとした輸入代替工業化政策期、1940年から1973年の3.86%を下回った。 新自由主義政策は一部のものにのみ富みを集中させただけで1975年にマイナス12.9%、1982年にはマイナス14.1%と強硬に直面しており、このように平均では決して高くないパフォーマンスを記録せざるを得なかったのである。さらに1975年には4.3%であった失業率が 80年代平均では22.5%に上昇した。貧富の差は急激に拡大し、アジェンデ政権機のような極端な物不足はなくなった代わりに輸入品が国内に流れ込み製造業が壊滅。貧困率がアジェンデ政権下の2倍の40%に達したほか、ハイパーインフレも深刻で、インフレ率が数百にまで達している。 1985年にはエルナンリュウヒが経済省に就任し、1987年から1989年まで銅の価格が国際的に上昇したことも助けとなり、1987年には6.6%、1988年には7.3%、1989年には10.6%と高い実質 GDP 成長率を記録した。 1985年から1996年までの実体経済における平均成長率は、チリ以外のラテンアメリカ諸国を上回る7%となった。経済全体としては、国内生産が15%下落、賃金は1970年の3分の1にまで激減するのみならず、1973年には2億ドル程度であった。 交際費が1979年初頭には16億ドルにまで急増。国民生活の貧窮ぶりは目を覆うばかりであり、1976年にはフランスの科学機関が地理国民の栄養状態について次のような報告書をまとめている。しかし、乳児死亡率については1970年から1985年に、 かけて1000人にあたり82.2人から19.5人へ下落し、1980年代にラテンアメリカ諸国で最低を記録した。アジェンデ政権時代のチリは、キューバ、ソビエト連邦、東ドイツ、北朝鮮、ベトナムなどの東側諸国と外交関係を確立するも、チリクーデター後にピノチェとはこれらの国々と断交して、共産ではソ連と敵対して、 西側諸国に接近していた中華人民共和国とニコライチャウシェスクのルーマニアのみ国交を継続し特にピノチェトと同じようにフリードマンも招いて改革開放を行ってい中国を評価して二度自ら放中して軍事協力や融資を受けるなど親密でありチリクーデターを容認する中国共産党政府に抗議したアジェンデ時代の中中国大使は中国から追放された ピノチェト政権は、ラテンアメリカ域内では、ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、ボリビア、ウルグアイなどの官僚主義的権威主義体制の、新米軍事政権と共同で、反体制派を弾圧するための機構を備えすべく、ピノチェトの60歳の誕生日の1975年11月25日には、これらの国々の情報当局者を集めて、コンドル作戦を立ち上げた。 フランコ体制下のスペインとも友好を築き、ピノチェとはフランシスコ・フランコの葬儀に出席した唯一の国家元首だった。また、チリでのクーデターは冷戦時代に反共主義や反社会主義であれば政治手法は問わず支援した CIA から支援を受けており、当時のアメリカのヘンリー・キッシンジャー国務長官はコンドル作戦にも関わったと後に批判された。また、 ピノチェト政権は対外的な緊張によって自国を引き締め、政権前期にはアジェンデ時代に友好関係が確立されていたペルーのフアン・ベラスコ・アルバラード政権と太平洋戦争以来の領土問題をめぐって緊張が高まり、ベラスコが1975年に失脚した後は、チリと同様に官僚主義的権威主義体制が敷かれていたものの、 1976年10月には共通関税などの問題のこじれら、アンデス共同体を脱退している。パタゴニアで領土問題を抱えていたアルゼンチンが仮想敵国とみなされた。特にアルゼンチンに対しては1970年代後半にビーグル水道のピクトン島、デノック島、ヌエバ島をめぐってホルヘラファイルビデラ軍事政権との間で紛争が勃発しかけた。 南極をめぐっても1977年に自らチリ領南極を訪問してアルゼンチンを建成し、これに対抗して1978年にアルゼンチンはアルゼンチン領南極に送り込んだ妊婦から出産した南極生まれの子供を領有権主張に利用してチリも同様の方法で報復した。なお、南極の領有権問題でチリを支持した中国はチリ軍の協力も得て、 頂上基地を築いて南極進出を果たしている。ローマ教皇、ヨハネ・パウロ二世の仲介によってアルゼンチンとの紛争は収束に向かったが、ビデラからレオポルド・ガルチェリにアルゼンチンの政権が交代して1982年にマルビナス戦争が勃発した際には、チリはイギリスのマーガレット・サッチャー政権を支持した。戦争後、アルゼンチンで 民政移管したラウル・アル・フォンシン政権の情報によって、ピクトン島、デノックス島、ヌエバ島の3島は、1984年11月にチリに割上された。ピノチェトによる独裁政治とアメリカ式経済が敷かれている間、貢献人ともいえるホワイトハウスは、1989年にベルリンの壁が崩壊して冷戦が終わるまで、 ピノチェトやチリ国内を見て見ぬふりを続けた。ピノチェトが退陣する引き金は、1988年10月5日に行われた国民投票における敗北である。この国民投票は、1989年3月で任期満了を迎えるピノチェトの任期をさらに8年間延長することの是非を問う内容であった。結果は、反対が56%。 賛成が44%で反対が大勢を占めた。ピノチェトと彼を支持する陸軍はそれでも続投を模索していたが、軍勢を構成する海軍、空軍、カラビネーロス、警察軍など他の3軍が激しく反発。これを受けて、1989年12月に大統領選と議会選が同時に実施された。大統領選では、 コンセルタシオンデモクラシアのパトリシオ・エイルウィンがピノチェとハノエルナンビューヒヒに勝利、ピノチェとは任期を1年に延長する形で1990年3月に大統領を辞任した。ピノチェとは大統領を辞任した後も陸軍総司令官として因前たる影響力を保持していた。1998年に陸軍を退役した後には、 大統領経験者がその職に就くことができる就寝上院議員に就任した。しかし、1998年に病気療養のために渡ったイギリスで、スペインの司法当局、バルタサール・ガルソン判事の要請、チリ在住のスペイン人に対する弾圧の罪でを受ける形で、ジャック・ストロー内、当時が拘束をしき、逮捕した。拘束をめぐっては、 国家元首を他国が裁くことの是非、チリとの外交関係悪化をめぐって論議が起こったが、イギリス政府は2000年3月2日、最終的に病気で裁判に出るのは無理だと、診断されたためチリ帰国を認めた。2000年には、チリの市民団体がピノチェとを告発し、事件を担当するサンティアゴ交際のフアングスマンハンジは、2000年12月1日に、 ピノチェとを殺人及び誘拐罪で起訴。しかし、12月11日に、チリの交際が、12月20日には最高裁が、ピノチェとに対する精神鑑定が行われていないことを理由に、起訴を一旦無効とした。翌2001年1月29日に、グスマン判事はピノチェとに対する精神鑑定と事情聴取を行った上で、再起訴に踏み切った。しかし、 2001年7月1日、サンティアゴ高裁は、ピノチェとは、地方で裁判を受けられないとして、これを却下し、翌月には最高裁も、この判断を指示した。しかし、アメリカ合衆国のテレビ局のインタビューなどに、答えていたことなどから、地方というのは、偽ではないかという声が高まり、2004年8月には、最高裁に面積特権を剥奪された。2004年12月、 サンティアゴ高訴祭は、左派の活動家に対する誘拐、殺人の罪で、ピノチェとを告発したが、2005年9月には、シリ最高裁は、最終的に、ピノチェとの健康状態から裁判に耐えられないして、罪状を帰却した。しかし、ピノチェとには在任中の2700万ドルと言われる、不正蓄財の容疑でも捜査が進められ、妻と息子が逮捕され、妻は、 高齢のためその後保釈、2005年10月にはピノチェとと家族のすべての資産が差し押さえられた。また、2006年10月25日には、中国か香港特別行政区の銀行に9トンもの金塊を所有していることが明らかになった。しかしながら、2007年10月26日、サンティアゴ交際は、権威不十分でピノチェとの妻子とその側近らの立憲を断念すると、 共に、身柄の拘束も解くことになった。2006年12月10日14時15分、心不全のため、サンティアゴ市内の軍病院にて91歳で没した。ピノチェとの不法が伝えられると、親ピノチェと派は、彼の姿勢に感謝する集会を開く一方で、反ピノチェと派は、ピノチェとの死を祝う集会を開き、チリ国内のみならず亡命者が多かった、スペインの首都マドリードでも、 ピノチェと政権下で起こった対立がまだ完全には、癒えていないこと改めて浮き彫りになった。チリの元大統領の葬儀は、国葬で実施されるのが通例であるが、ピノチェとの葬儀は、政権下の犠牲者、大統領のミチェルバチェレも、その一人であり、父を殺され、自身も亡命を余儀なくされたの感情に配慮して、国葬ではなく、元総司令官としての陸軍主催の形で行われ、 大統領ではなく、国防大臣が参列した。将軍の孫であるフランシスコ・クアドラド・プラッツは、ピノチェとの意外に唾を吐きつけて逮捕された。彼は、祖父ボラを殺したピノチェとが裁きを受けないまましに、国葬ではないとはいえ、陸軍が最高の栄誉で葬儀を行ったことを許せず、報復の最後の機会と称して、ことに及んだという。一方、 ピノチェトの孫であるアウグスト・ピノチェト・モリーナ大尉は、長寿で、祖父こそ、地理史上最も偉大な人物であり、全体主義を持ち込もうとした、マルクス主義を打ちまかし、ミルトン・フリードマンの新自由主義へと目を開かせた、功労者である。ピノチェトに殺された少数の苦しみなど気にやむに、及ばない。連中の存在は、新世界の誕生に、月のの生みの苦しみに過ぎないと述べ、 ピノチェと支持者の喝采を浴びたという。なお、モリーナ大尉は演説が軍機に著しく反したことを理由に軍を罷免さた。また、名優のイギリスのサッチャー元首相もピノチェとの死について大きな悲しみを抱いていると表明し、深い哀悼の意を示した。ピノチェとの孫の演説に象徴されるように、現在でも反共主義、新自由主義、 アメリカニズムを支持する右派や、ピノチェと個人の崇拝者などから根強い支持を受け、企業方変が激しい。チリの議会では、ピノチェと支持者が結成した独立民主連合は2001年から、長らく単独では、最大政党になっている。1980年、イギリスのパンクロックバンドであるザ、ザクラッシュは、第4作のサンディニスタの中のワシントンの銃弾で、 アジェンデ政権下を思い出すことと、ビクトル・ハラの虐殺や、ピノチェトによる拷問を告発し、ホワイトハウス、中南海、クレムリンによる人権侵害の弾圧を非難し、サンディニス・タ革命を賛美した。1988年、イギリスのミュージシャンであるスティングは、ソロ第2作、ナッシング・ライク・ザ・サンに、ピノチェトの虐殺を告発する曲を収録した。この、は、 拉致殺害された男たちの残された家族が抗議の意味で本来男女ペアで踊るダンスであるクエッカを一人で踊ることを歌った曲で歌詞中にピノチェとの名前を入れて告発していい。スティングはピノチェとの誕生日に孤独なダンスを録音したテープを送ったところ返されてきたと語っていた。1990年代のペルーではピノチェトと類似した 新自由主義的な政策を掲げたアルベルト・フジモリ大統領が愛称の知の、知の中国人という意味だが、親しみと軽い揶揄を込めて使われると合わせて、知のシェット、知のチェットと揶揄された。ヒューマン・ライツ・ウォッチは、チャドの独裁者であった一戦ハブレをアフリカのピノチェと呼んでいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。